大気は、三重県鈴鹿市出身の元プロ野球選手。宇藤左だ。プロでは、育成選手であった。日本人の父と大人の母との間に出生。小野小学校時に2年生から、小のシリウスで野球を始める。平田の中学校を経て、小物高等学校へ進学。1年秋から4番を務め、2年春からエースとなった。2年の夏は、投打の柱として、 チームを引っ張り、三重県大会準決勝の稲部総合高校戦では、完封勝利をマークするが、決勝では、三重高校に1の14と大敗を喫し、甲子園には届かなかった。秋には怪我で、県大会は、投げれずにようやく春に復帰する。3年の夏は3回戦で、津田学園高校の出口匠と投げ合い、3から4で競り負けた。 2015年の NPB 育成ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスに育成2巡目で指名。支度金200万円、年俸240万円という条件で育成選手として入団した。背番号は127。楽天は同会議で高校時代に投げ合った出口を内野手として育成1巡目で指名し、プロではチームメイトになった。2016年には イースタンリーグ公式戦への出場機会がなく、支配下選手登録にも至らなかった。シーズンの終了後には、宮崎フェニックスリーグで実戦経験を積んだ。2017年には、イースタンリーグ公式戦21試合に出場。通算57打席で打率が、115にとどまり、三振数は安打数の3倍以上に達した。9月20日には、 ベースボールファーストリーグ選抜チームとの練習試合で、服部健太から満塁本塁打を放った。2018年4月17日の対北海道日本ハムファイターズのイースタンリーグ公式戦で、吉田勇樹より公式戦における2軍初本塁打を記録した。最終的にイースタンリーグ公式戦63試合に出場し、4本塁打を記録。しかしながら、 前年同様に打率は194と2割を切り、三振数も安打数を上回った。10月31日、自由契約公示され再契約された。2019年も育成選手としてシーズンを送った。イースタンリーグ公式戦45試合に出場して3本塁打を記録するも、202の低打率で安打数を上回る三振数を記録。 10月1日、戦力外通告を受けた。11月12日に大阪式新京スタジアムで開催された12球団合同トライアウトに参加し、4打席に立って1安打2三振の成績だった。投手としては、高校時代にストレートで最速時速147キロメートルを計測。打者としては、高校在学中の対外試合で通算30本塁打を放っている。 プロ野球で対戦したい投手に、小物高校の先輩、西祐希を挙げている。山田と西を指導した同行の戸田直光監督は、山田の身体能力は西より高く、パワーもスピードもあると評価している。趣味は散歩。ありがとうございます。